はい、佐川です。ここは小田急江ノ島線 OE13 藤沢駅なんですが、今回紹介するのは箱根登山線色の線型です。普段は箱根登山線内の小田原から箱根元のみを走っている列車ですが、8月に限り赤い線型はこの6両編成の線型と連結をして小田急線内を走りました。元はといえば小田急線内を走っていた列車だったんですが、このように赤色に塗り替えて箱根登山線で走っています。車内の広告はほとんどが箱根に関する広告です。まあそれは当然ながら、この列車は普段箱根で走っていますからね。箱根登山線沿線の観光案内、またはそういうスポットなどがいろいろと書いてあります。この小田急沿線はいろいろと何度か紹介しているので、あまり紹介は今回はしません。左側に分岐していくのが小田急江ノ島線の片瀬江ノ島方面の線路です。結構飛ばしまして、大野検釈相模大野の手前のところです。大野検釈にはこの時見た限りでは線型、4線型、あと新しい線型、2線型、8線型がいましたね。あちらの車庫には以前活躍したロマンスカーたちがいます。多分あそこにいるのは SE なんじゃないかなと思います。この列車は新百合ヶ丘に到着。新百合ヶ丘にはちょっと今見えましたでしょうか、撮り鉄さんがいらっしゃいましたね。この列車に乗っている間は沿線に多くの撮り鉄さんがいらっしゃいましたね。まあ8月限定で小田急線内走りますからね。そして多摩川を渡り東京都に入ります。今年の7月23日に箱根登山線は全線で運転を再開しました。それを記念して初日に乗っておりますので、その動画をもしよければ合わせてご覧ください。代々木八幡駅を通過します。この駅は新しくなったばっかりですね。以前は対向式ホームだったのが今は島式になっています。この赤い線型は車内はそこまで他の線型とは変わりません。車内の違いはまあほとんどないんですけども、強いて言えば箱根の関連の広告の量じゃないかなと思います。終点新宿です。JR 線、京王線、地下鉄、山本駅です。出口は右側です。
ごめんなさい、忘れ物なさいませんようご注意ください。小田急をご利用くださいましてありがとうございました。新宿に到着です。では最後出発を見送ってから終わりにしましょう。